のおすすめ旅。イエーイ。どこまで行っていいものですか。タイムは知ってんのか。関口さんはある程度知ってる。ざっくりだけ。ある程度伝えたよ。横でずっとちっちゃい声でいやいやちっちゃい声で。なんとなく知ってんだって。そういうことじゃあ行ってきまーす。ケンちゃん泣いてない？もう、はい、もうなんで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 泣いてる。今日一日楽しそうだな。これなんか見えるんですか。いやすぐ泣くのよ。なんだかわかんないけど最近涙もろかった。怖いですね。どういうこと。吐き際って聞いた瞬間にもうボロ泣きじゃん。どうしたんですか。もう今日はこもうなんかあのもう行くのね。じゃあもう行くよ。引いたりしないのね。その場所は教えてくれない。まあ別にどんどん。じゃあ場所も別に言ったっていいし。あれ今なんか誰かと。いやいや気のせい。夏だから。夏だからよ。僕は夏って。夏だよ違う。気のせい。夏はいろいろあるでしょ。そんなやろってどういうことよ。そんなの気にしてない。いや得意。ごめんごめん。なんか和んだけど行くから。行こう。はい。すいません。はい。じゃあもう行く。いや喋ろうよ。え久しぶりにビデオの前なんだから喋ろうよ。いや何を言ってんの、ね、もう行こう。じゃあアイビーもビデオカメラ好きでしょ。あ好きです。うんじゃあ喋ろうよ。じゃあ行こう。喋ってればいい。よし行きましょう。アイビーも滝をやんのかな。はい。でもさなんかビンゴ引かないとなんかちょっと変な気持ちだよね。ビンゴ引かないならもう今日は俺の玉金引いちゃうから。怖い怖い。本当になんかなんかなんだろう、どこまで話すのかふわふわしていて。あそうか、アイビー知ってるから。そうか、そうか、逆にちょっと。でもあの多分ゆうやさんと皆さんの間くらいしか知らないんですよ。あそういうこと。あなるほど。全部お熟知してるわけではないんです。一応仮にはさちょっと言っとかないとさ、例えばオープニングでさ「滝行行きます」って言った時にさ嫌なんですよ。言わない。あなんか最近達也さんよくツイッターで裸さらしてるじゃないですか。そうなんですね。あれなんかすごい不思議な気持ちになりますよね。なんか何なんだろう、あのなんか。なんか嫌な気持ちになる。何の意味があるんだろう。何で裸を上げてんだって。何のつもりなんだろうと思って。痩せたいんですよ俺は。何の変化も見えないんですね。変化してんすよ。してませんよ絶対。でもよかったね今日。ほらいつもしかして4人しかいないじゃん。1人入っただけでさ、あの恥さらしダイエットだけ。裸さらしダイエットです。恥さらしダイエットがさ、人がこういう風に見えてるじゃん。違う。早くに聞く前から俺ヘタリ君に聞いてるんですよ。ヘタリ君なんて言ったら、達也さん本当すごいっすよね。そのかっこよくなりたいとかってないんですか。かっこよく思われたいってないんですよ。うまかったね今。いやでもたまに色気づく時ありますよね。なんか色気出してる時ありますよね。いやなんかベランダでさ夕日を浴びながらなんか今台本考え中だぜマジでみたいなやつ。そう気をつけてください。気をつけよう。確かにどうなんすかって。どうなんすかって。別に SNS の使い方俺知ってます。今日はそういう日なの。させてよ俺に。さっきまで楽しそうだったのにね。好きにさせておかしいでしょ俺の SNS なんだ。川ですよ。川だ。川来た。さっきまで元気だったじゃないか。急にネクラなんだ。あれ何曇ってきてるか。あ、消火レンジャーじゃない。何消火レンジャー。消火レンジャー、火事だ。あ面白いの出た。消火レンジャー、火事だ。そいつはダメでしょ。自作自演もいいとこだよ。セカンド行きの動画だろ。